手を離して遠藤がドライブして外ロシュターコーナーから3秒ですが強引にアタックしていきました。今のドライバー見事ですね、力強さありました。打ち続けましたよね、はい、渡辺と竹内康介ターンをしながらリバウンドロシュターセカンドチャンス、今のアタックしたからこそのセカンドチャンスですよね、はい、どっちもローテーション早いですね。菊池翔平のこのパスをカットしたロシュターミドルレーンから外渡辺空いている3はどっち、これミスマッチですね。ロシュターと庄中、あ短いセカンドチャンスですね。自分で回収したところでアルバルクがタイムアウトをかけました。ちょっと捉え方が嫌だったんで、はい、早めに取りましたね。少しこうファストブレイクが出かけたところだったんですが、スロットチャンスタイムのお時間です。皆さんご自身のチケットに記載されております。昨日はセカンドチャンスもファストブレイクもアルバルクが勝ったんですよね、はい、これなんかブレイクが両方負けるってなかなかないと思うんですよね、まあ、40分で考えると昨日のアルバルクの勝因の一つはその2つの比江島とロシュターフローター柔らかい、これがいいですよね。あのフローターがタッチ柔らかいんですよね、はい、竹内ジョージアタックに切り替えた。これは橋本康介のプレッシャーです。あとロシュターのヘルプ良かったですね、ロシュター、あ打ってきましたミドルショット。今日はロシターにとっては非常にラッキーなバウンドで入りました。これで4分59秒になりましたのでオフィシャルタイムアウトです。今日はロシターはリングに敷かれてますね、まあ、ホームコートですかね、この方です。同点です、はい、では参りましょう。ブレックスシャフォーチャレンジ4秒です。渡辺ロシターのスクリーンをつけながら2面ゲームでいった。まだ1秒ありますがここで第2クォーター終わります。2面ゲームをするか、外空いていた比江島タップしてロシターです。もうこうなると本当にゴール下は自分で回収、そしてロシターゴール下合わせる竹内ジョージとの争い、まあ、セカンドチャンス、ブレックスらしいセカンドチャンスですね、ベースボール見られましたね、本当にゲームをよくつないでいます。庄中が準備をしていますが比江島とロシター今の見事なスーパーゲームでしたね。昨日あれ遠藤でやってましたけどね、はい、まあ、比江島でしたね。